荒地に農業用ため池を造成する土木工事はすべて人力で行われ金魚金近在から延べ約7万人が従事した難事業だった戸倉湖尾花沢市の築堤工事は1921大正10年5月に完成し今日100周年を迎える。 土手の地固め作業は「どんずき」と呼ばれ女性が担った重い石に十本前後の綱をつけ一人一本ずつ綱を引っ張ると石が浮き緩めると落下して地面が固まる雨の日は石が土に吸いつき重労働となった単調な作業に飽きないよう現場で歌ったのが「 どんき歌である真面目な歌詞ばかりだと窮屈で疲れも増してしまうそこで歌詞の内容は自然と笑い歌になった男女の中を歌った艶っぽい作品も多い「星川茂平次著徳良子と花笠音頭」には「どんずき歌」の歌詞140編余りが収められている 当時の世相を移す貴重な資料といどんずき歌は花笠温度に発展し工事に励む人に傘で風を送った仕草が花笠踊りの原型になったとされる小花沢氏は本年度どんずき歌の保存 PR 事業に取り組むミュージシャン山口巌さん天童市 がが手がける現代版はどんな楽曲になろうか完成が楽しみである」。